こをまず考えていこうということです。そして東京はですね、いろんな問題点を抱えておりますけれども、これは多分ですね、私たちにとって少し有利かなと思うのは無党派層が多い。地方に行けば行くほどですね、やっぱり組織力を持っている既存政党が有利なんですね。そうではない、無党派層で場合によっては今まで選挙に行かなかったという方たちにぜひですね、私たちの訴えを聞いていただいて投票所に足を運んでもらいたい。